広島大学の大下です。通所サービスにおける感染症対策についてお話をさせていただきます。前回入所についてお話をいたしました。入所と訪問、通所について簡単に違いをご説明します。まず入所はクリーンエリア、つまりウイルスが基本的にいないと考えられるゾーンを作ることが可能でした。ここでは職員や面会者など外から入ってくる人に対する感染対策は中心でした。訪問の場合は、訪問するエリアは汚染エリアに区分されます。そこにウイルスを持ち込まない、もしくは持って帰らないための対策が必要になります。今回お話しする通所サービスは最も複雑な分類になります。まず、汚染エリアである家庭から入所者が送迎車で施設にやってくる。そして施設はたくさんの利用者が来ますので、汚染エリアに分類されます。そこでたくさんのサービスを行って、しかも場合によってはそれが入所施設と重なる場合があるわけです。これら3つを図にして説明したいと思います。まず入所です。入所者がいるエリアは基本的にはウイルスは存在しません。ここにウイルスを持って入るのは職員もしくは面会者です。現在は面会は多くの場合止めていると思いますので、職員に対する感染対策が重要ということを前回お話ししました。訪問の場合は、利用者は家族もしくは外出によって感染している可能性がありますので、汚染エリアになります。ここに職員が訪問をしてサービスを行うわけですから、途中でこの着脱エリアというこの場所が最も重要になります。この1箇所着脱エリアを設けることで、感染しているかもしれない職員がウイルスを持ち込まないようにする。もしくは、訪問先からウイルスを施設に持って帰らないようにする。そのためのエリアということになるわけです。適切に個人防護具を着用して、そしてサービスの終了後にそれを正しく外すということが、訪問サービスでの感染対策の肝になります。さて、通所サービスですけれども、利用者が住んでいる家は汚染エリアに区分されます。複数の利用者が送迎車に乗ってきますが、その送迎車を運転する職員がいます。さらに、その送迎車は施設にやってくるわけですが、施設は本来入所者がいるクリーンエリアなんですけれども、その一部を使ってサービスを行う場合が多いわけです。そこにはたくさんの職員も関与します。このように多くの人がいて、そしてサービスに関与する職員もたくさんいる。エリア区分も難しい。こういった点で通所サービスの感染対策は難しいわけです。では具体的に何に気をつければよいのかについてお話をします。まず健康チェックです。利用者をお家に迎えに行くときに、すでに体温チェックは多くの施設で行っておられると思います。ここに示すようないくつかのチェック項目をした上で、施設にお連れするわけですけれども、一つの案としては、問診票を作るというのがあるかと思います。体温を測っている間に、同居している家族の方に先ほどのような項目をチェックしていただいて署名をいただく。こうすることで少しでも持ち込みを減らせればと考えています。次に、送迎車での感染対策です。送迎車の中は汚染エリアに区分されます。運転する職員はどう感染予防をすればいいのでしょうか。ポイントは2つで、1つは、乗降の時の介助です。
もう一つは車内で利用者が出す飛沫をかぶらないようにするということ。まず身体的な接触についてですが、毎回個人防護具を使うには相当な量がいります。できればあまり濃厚な接触をしない限りは、エプロンなどは使わずに、手指衛生を重視して、施設に着いてから適切な手指衛生を行うというのが現実的ではないかというふうに考えます。車内での飛沫対策は、利用者にもマスクをつけていただきますし、職員のマスクも重要です。この場合、マスクは布マスクでも何でも結構です。鼻と口を適切に覆っていれば、飛沫の多くは予防できますので有効と考えます。もし可能なら窓ガラスは少し開けて換気をしてください。送迎車の消毒ですけれども、よく質問があるんですが、基本は毎日する必要はありません。継続的に送迎に使うわけですから、日々の消毒ではなく時々すればよい。その場合は十分に車内換気をした後に実施をしてください。具体的にはアルコールもしくは次亜塩素酸ナトリウムでの拭き取りになります。この清掃の時は、ここにつけているような個人防護具をすべてつけてから消毒をすることが望ましいです。詳しくはこの参考にある資料をご覧ください。次に施設の中での感染対策です。まずエリア区分ですが、通所サービスを行うスペースは、先ほど来申し上げているように汚染エリアになります。これに対して入所者のいるスペースはクリーンエリアになりますので、この両者の共通スペースを極力作らないことが感染対策上は重要になります。ただ実際には同じエリアを使わなければいけない場合がしばしばあります。その時は通所サービスが終了した後に、よく触る場所を消毒して、なおかつそのスペースの換気を十分に行ってください。よく床面に消毒薬をまくシーンがテレビに出たりしますが、床面からの感染は今のところ報告がありません。床面は通常の清掃で大丈夫です。消毒作業を行うのは、高頻度接触面であるテーブルの上だとか手すりを中心に行っていただければと思います。次に職員のグループ分けですけれども、入所者に対してサービスを行う職員と通所サービスの職員は別々の方が良いです。いずれか一人感染者が出た場合に、この区分をしていないと全体の出勤に影響が出ることがあります。可能な限り職員は両者を分けていただければと思います。リハビリの際は、職員も利用者もできるだけマスクを着用してください。手すりなどは、一人リハビリが済んだら、その次の利用者が使うときは、できれば一回正式をしていただきたいと思います。ただし、その時に使う正式は消毒薬ではなくて、通常の環境クロスで大丈夫です。あくまで拭き取るということを重視していただければと思います。次に、食事提供です。マスクを外しますし、おしゃべりをしますので、食事提供は飛沫感染対策という面からは非常に難しい状況を作ってしまいます。今後、広島県で流行が進んだ際は、このサービスは一旦お休みをすることもご検討いただきたいと思います。
現時点で注意していただくのは、対面では座らないということ。一方向に座る感じです。それから、お互いの距離は少し空けていただくということ。食器類について時々ご質問いただきますけれども、食器から他の人に移ることはまずありませんので、通常の食器洗浄で大丈夫です。入浴サービスは職員と利用者の距離が非常に近いです。飛沫感染予防の面では少し難しい状況にありますので、口や鼻は覆っていただきたいと思います。ただ入浴サービスの時は湿度も高くて飛沫自体のサイズが大きくなりますので、不織布のような高機能のマスクではなく、バンダナのような布地のもので結構ですので、鼻や口を覆っていただければと思います。通常のマスクですと濡れてしまうと、あと使いにくくなりますので、バンダナは非常に有効な対策になります。それでも多くの施設では個人防護具が十分に行き渡っていません。ここにお示ししますのは、全国老人福祉施設協議会のホームページの資料です。個人防護具がないときにどういった対策をすればよいのかについて詳しく資料が出ていますので、ぜひご参考になさってください。どんな時でも感染対策の基本は、飛沫感染対策である鼻と口を覆うこと、そして手からの感染を予防するための手指衛生です。これら2つを確実に毎日行うことで、職員は感染からかなりの確率で守ることができます。ぜひこの点にご留意ください。以上まとめますと、通所サービスは入所や訪問サービスに比べて感染対策が難しいということをお話ししました。今後広島県の感染状況はどんどん変化してくると思います。その地域でどの程度感染が広がっているのかに応じて、そのサービスの内容や時間帯を柔軟に変化させていくことが大事になると思います。それでも今後、職員や利用者の中から感染者が出てくることが予想されます。その時に具体的にどうすればよいのかというご質問をたくさんいただいております。広島県には感染症医療支援チームという他の自治体にない独自の仕組みがあります。広島県知事と主要な医療機関が協定を結んでいて、何かあればすぐに感染制御チームがその場に派遣されて、そして感染対策のお手伝いをする仕組みが出来上がっています。それぞれの施設や状況において、感染対策の具体的な方法というのはいろいろと違います。この支援チームの仕組みを使っていただければ、どんな状況にでもそれに応じた説明ができると思いますので、ぜひこの仕組みをご活用ください。